そろそろか。ああ、そのはずだ。いよいよ全てが明らかになるんだな。ああ。ところで、お前に頼まれて調べてた真島っていう男の行方なんだが。どうした？何か分かったのか？それがさっぱりなんだ。あの舞台から落ちたってのが本当なら生きてるなんてことはねえと思うんだが。死体は見つかったのか？いや、清水には死体どころか痕跡すら残っていねえんだ。そうか。なんだ、お前さん悲しくねえのか？いや、それだけ分かれば十分だ。は？何を言ってるんだ。いや、何でもない。待たせたな、達也の旦那。あるか。ごめんね、遅くなっちゃって。おはる、お前どうしたんだ、その格好は。おはるの門出やからね、きちんとした格好させてやらな、鶴屋が笑われちまう。おかみさん、あんた。おはる、あんた決して自分に嘘ついたりしたらあかんよ。身受けしてくれたお客さんの話しっかり聞いて、これからのこと決めるんやで。はい。おかみ、あんた結構いいところあるんじゃねえか。意外だな。あら、いやいや、わあ、うちを鬼のように思ってた先生。いやいや、そういうわけじゃねえんだが。まあ、そないなことよりお迎えはいつ来るんやろか。そろそろ来てもいい頃なんだが。桐生一馬之助という男とお春という娘はおるか？俺だ。先の征夷大将軍徳川家康公の命でお迎えに参りました。家康だと？どういうことだ？さあな。二条城だ。二条城？幕府の人間、それも将軍級の人間が京に滞在するときに使う場所だ。どうしてじいさんはこんな場所に俺らを？おお、よく来た、よく来た。いやいやいや、待たせてしまってすまぬな。お主たちに天ぷらという食べ物を振る舞おうと思うて、油で揚げていてな、手が離せなかったんじゃ。ん？どうしたんじゃ？天ぷらじゃダメだったか？そんなことはどうでもいい。もうはっきりと言ってくれ。改めて聞く。あんた一体何者なんだ？徳川家康じゃ。今まで騙すような真似をしてすまなかったな。
武蔵、それに遥かよ。まさかじいさんが徳川家康だったとはな。でもどうして家康様が私を身請けするんですか。遥かよ、家康様なんて呼び方はやめておくれ。おじいちゃんでよいのじゃ。どうしてですか。それはな、わしがお前のおじいちゃんだからだ。遥か、お前は私の血を引いた正真正銘の孫娘なのじゃよ。本当なのか。そうじゃ、我が息子であり徳川家の正統後継者であった男、結城秀康の娘なのじゃ。遥かが結城の。嘘でしょ。私はそんな人知りません。遥かは生まれた頃から秀康と別々に暮らしておったからな。知らなくて当然じゃ。時は戦国の世、裏切りが裏切りを呼ぶ混乱の時代。秀康は遥かやお前の兄に何かあってはならないと考え、お前たちを家臣だった男に預けたのじゃ。じゃあ私が知ってるお父さんやお母さんは。お前の本当の親ではない。嘘、そんなの信じられない。辛い気持ちはよくわかる。じゃがいつかはお前に本当のことを伝えなければならなかったのじゃ。聞いてくれ遥かよ。本来なら今頃お前の父は将軍となり、お前は姫として太平の世を生きていくはずじゃった。じゃが秀康は死んでしまった。そしてお前の兄や両親だと思っていた人間もこの世を去った。だからこうしてお前と会うしかなかったのじゃ。許してくれ。なあ、一つ聞いていいか。何じゃ、何でも聞いてくれ。遥かの育ての親と兄貴を殺した人間は誰なんだ。それはじゃな。どうした、言えないのか。いや、それがあの小次郎なんじゃ。小次郎だと、どういうことなんだ。正確に言えば佐々木小次郎ではない。小次郎が差し向けた刺客が遥かの育ての親と兄を殺したんじゃ。刺客、一体誰だ。丸目長吉とその一味だ。丸目さんが本当なのか。うん。だがどうして遥かだけは無事に難を逃れることができたのか。本当のところは丸目にしかわからん。じゃあ私たちを襲ったのは宮本武蔵、いやおじさんじゃないんだね。ああ、丸目の一味だろう。でもどうしてあの時鈴の音が。わからない。なぜ丸目があの時俺の脇差しを持っていたのか。それにしてもどうして遥は丸目に襲われる必要があったんだ。将軍の座を争った末の結果じゃ。将軍の座。当時わしは天下統一を目の前にしていた。じゃが同時にそれは醜い跡目争いを生んでしまった。結城秀康と秀忠の争いか。その通りじゃ。世間じゃ三男の秀忠が後継者などという噂もあったが、わしの心は秀康で決まっていた。
遥かの父秀康は地位や権力に惑わされない信念の男、巨大な力が集中する徳川家という組織を統率するには秀康のような強き男がふさわしい。だからわしは秀康にあえて辛い道を歩ませたのだ。辛い道、つまり徳川家の庇護のもとから秀康を結城家へ人質に出したと。そうじゃ。わしも若き時代を人質として暮らした。いつ殺されるかわからない、そんな恐怖に打ち勝つことで心の強さを手に入れた。わしの期待通り、秀康は強く気高い男へと成長した。じゃが家臣たちはそんな秀康を恐れるようになった。どうしてだ。結城ならあんたの後を継げる器だったんじゃないのか。それが災いしたんじゃよ。家臣の中には強い秀康よりも扱いやすい秀忠を将軍に据えようとする者もおったのじゃ。じゃあ、あの関ヶ原の前夜の作戦は。そう、そういった連中の陰謀じゃ。戦国の世ではよくある話じゃ。秀康の死はそれを事前に止められなかったわしのせいじゃ。秀康を殺した男、それを指図した人間、誰も恨むことはできん。あんた。じゃが、遥かのことだけは別じゃ。何も知らずに身内を殺され遊女となった孫を、わしは見捨てておけなかったのじゃ。せめて祖父として何かをしてやりたい、そう思ってわしは遥かに近づいたのじゃ。おじいちゃん。遥かよ、わしはお前にそう呼んでもらえるのが唯一の救いじゃ。宮本殿、お主にも迷惑をかけたな。いや、俺の方こそあんたのご子息を。言わんでよい。本当にわしは誰も恨んではおらんのじゃ。お主もあの関ヶ原の犠牲者なのじゃよ。苦労させてしまったな。遥かよ、お前にはつらい話じゃったろうに、よくぞ最後まで聞いてくれた。やはりお前は秀康に似て気丈な子じゃ。私は。ん？なんじゃ。私はおじさんが私を育ててくれたお父さんたちを殺してないって分かったから、それだけで。だがお前の仇を取ってやるという約束は果たしていない。丸目って人は憎い。今でもあの日のことは悔しい。でもおじさんが丸目って人と戦えば、またこんなことの繰り返しになるんでしょ。私が敵を取ってほしいと思わなければ、おじさん戦わなくて済むんでしょ。それならもう二度と敵討ちなんかお願いしない。それでいいんだよね、おじいちゃん。うん、それでよい。良い子じゃな、はるかは。おじいちゃんはお前の言葉嬉しいぞ。ありがとう。それじゃ今度はおじいちゃんが頑張る番じゃ。そろそろ江戸に戻るとするか。え？わしはいつも気長にことを待ちすぎる癖があるからの。今はすぐにでも江戸に戻り、小次郎を動かしている男の動きを止めねばならんのだよ。二代目将軍秀忠のことか。いや、秀忠は何にも知りゃせんよ。ただの操り人形じゃ。裏で全てを仕組んでいるのは天海じゃ。天海？南光坊天海か。隠居したわしが
どこまで奴の動きを食い止められるかわからんが、やれるだけのことはやるつもりじゃ。はるかよ、お主もいつまでも京におっては不安じゃろ。どうじゃ、ここは一つおじいちゃんと一緒に江戸へ行かぬか。え？わしと一緒にいれば誰に襲われる心配もない。それに遊郭で働く必要もないんじゃぞ。どうだ。いいえ、私は行きません。なんじゃと？祇園に残るというのか。はい、私は江戸には行きません。どういうことじゃ。それは危険を承知の上でのことか。はい、どんなに危険でも、どんなに辛くても、私は祇園という町と鶴屋という店が好きなんです。それに、そうか、その男と一緒にいたいんじゃな。はい、おじさん、いえ、桐生さんに私の成長をそばで見ててほしいんです。はるか、お前強情な娘じゃの。父親そっくりじゃ。わかった、諦めよう。また暇ができたら釣り屋に遊びに行ってもいいかの。うん、いつでも遊びに来てね、おじいちゃん。俺なんかに任せてよかった。あの子の決めたことじゃ、文句はあるまい。お主これからどうするのじゃ。え？やはり小次郎と戦うのか。わからない。俺がこの町にいる理由は二つあった。一つは正体を隠し、関ヶ原で俺をはめた男たちを待ち伏せるため。うん、もう一つは？もう一つは吉野を自由の身にさせてやるためだ。そうか、お主はあの女に惚れていたのか。いや、そんなことじゃないんだ。俺はあいつの妹を守りきれなかった。だからせめてあいつだけでも幸せにしてやりたいと。そうか、そんなことがな。でももう一つここにいる理由ができてしまった。はるかか。ああ、もしはるかが俺に戦うことをやめてほしいと願うなら、もう俺には小次郎と戦う必要がないのかもしれない。本当にそれで良いのか。え？お主は一人の男じゃが、一人の剣士でもある。剣を捨て生きたとしても、それはお主の嘘の姿に過ぎ。もしお主が佐々木小次郎、そして関ヶ原のすべてを知りたいと思うのなら、柳生の里へ行け。柳生の里？あの関秀才のいる場所か。そうじゃ、さすれば関ヶ原、そして小次郎のすべてがわかるはずじゃ。
全てのことを知った上で剣を取るもよし、捨てるもよし、自らの道を決めるのじゃ。もう出ていかはるん？ああ、夜までには奈良へ行きたい。明日には戻るつもりだ。お気をつけて。吉野、お前もうその名前で呼ばんといて。そうだったな、アゲハ。じゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。
土下座すなら許してやるよ。待て。
あの顔、どっかで見たことが。あっ、おめえひょっとして賞金首の。名刀だな。盗っ人のお前にはふさわしくないくらい立派な刀だ。すげえ刀だ。ん？あ、この刀さえありゃ。
は厳しいわ。お、負けとくで。
お主。うわ！せい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 
切らねえとでも思ってるのか。俺は本気だぞ。抜け抜け抜け抜かんか。抜け抜け抜け。なぜなぜ抜かない。お前なんだ。男の誇りを手にしたいと言っていたな。ああだがお前はちゃんと誇りを持っている。え、お前は切ろうと思えばいつでも俺を切れたはずだ。だが切らなかった。己の欲望のためだけにむやみに人を切るようなことはしない。それは立派な誇りだ。しっかり生きてみろ。そして正しいやり方でもっと大きな誇りを手に入れてみろ。ひょうものを説教でごまかす気か。人が真剣に勝負を挑んでいるんだ。勝負をせず刀も抜かないのはひょうものだ。俺が刀を抜かなかったのはお前が抜くに値する人間か試したまでだ。な、何？だが勝負はまだお預けだ。刀の力に頼らない。本当の誇りをお前が手にした時、その時はお前が望むようにしよう。おい待て、どこ行くんだ。結局抜かねえじゃねえか。やっぱりお前は卑怯者だ。じゃなきゃ刀を抜いて武士の礼儀を果たせ。俺は礼儀を書くような真似はしない。そりゃ一体どういう。ん？はあ？うわあ！負けた。うわー。
何者だ。桐生一馬之助と申す者。柳生石秀斎殿にお会いしたく参った。このような夜更けにか。無礼は承知。お取り次ぎ願えないか。石秀斎を訪ねる輩から全て切るべし。それがこの里の掟。何？柳生の里で大殿であられる石秀斎の名を出すのはそういうことなのだ。皆の者、隠れ。
見事な二刀、本物の宮本武蔵殿とお見受けする。いや失礼、私柳生石州祭の孫、柳生兵庫之助と申します。石州祭がお会いになるそうです。どうぞこちらへ。しばらくだな、一馬之助。あんた、あの時の。再会するまで随分かかってしまったな。あんたが石州祭。お前は変わっとらんの。相変わらずいい顔をしておる。すまん。今は驚きで再会を懐かしめる気分じゃない。まあそうだろう。お前は何も知らずにここへ来たんだからな。悪いが説明してもらえるか。うん、思い起こせば4年前か、お前とわしが出会ったのは。ああそうだ。俺はあんたに助けられ、そして祇園へと導かれた。実はあの時わしは旅の途中だったのだ。息子である柳生宗則の計画を阻止するという旅の名。柳生宗則。そう、柳生宗則、現在の徳川家剣術師範を務める男じゃ。なんじゃ、知らんのか。あまり世情には明るくない。そうだったな。じゃあこういう言い方にすればわかるだろう。あの丸目長吉の主君であり、お主の宿敵と言える男。俺の宿敵だと？まさか。そう、
佐々木小次郎。奴がわしの息子、柳生宗典のもう一つの顔じゃ。どういうことなんだ。今言った通りだ。小次郎は私の息子、宗典の影の名であり仮の姿だ。あんたと小次郎が親子。ここへ来たということはもう知っているかもしれんが、小次郎は南光坊天海という男によって操られている。関ヶ原の出来事も天海が秀忠を将軍に据えるための策謀だったと。そうだ。だがわしはそれを阻止しようとした人間なのだ。阻止だと。じゃああんたは小次郎を止めるために動いていたと。わしは子である宗典が天海と組み、秀忠擁立を画策しているという情報を掴んだ。だから結城秀康の子である遥とその兄を守るため身分を隠し動いていたんだ。遥を守るためだと。じゃあまさか遥を助けて祇園に行けと言ったのはわしだ。お主であればきっとあの子を小次郎から守れるに違いない。そう思ったのだ。でもあんたはどうしてそこまでして遥を守ろうとしたんだ。この国のため、そして何よりも我が息子のためだ。小次郎の。そうだ。小次郎、いや宗典はな、生まれた頃から剣の天才だった。恵まれた環境、天賦の才、強すぎた宗典は徐々に剣士としての目標を失っていった。そしてわしが宗典に免許改伝を許した時、奴の心の中には別の野心が芽生えてしまっていたのだ。別の野心。奴は国を動かそうとしたのだ。国を。そうだ。剣の力を使い政治を裏で操ることでこの国を自分の思うがままに変えてしまおうと考えたのだ。そのために宗典は幕府の剣術師範という道を選び、柳生派も再興させようと天海に近づいた。だがそれが仇になったのだ。逆に天海に利用されてしまったんだな。その通りだ。剣の腕は最強といえど、奴は所詮小アッパ。戦国の世から策謀で生き抜いてきた天海にかなうはずがない。宗典はいつの間にか天海の影となり、暗殺や裏仕事ばかりをやるようになってしまっていた。それで佐々木小次郎という名を名乗っていたのか。皮肉なものだ。宗典は佐々木小次郎という仮の姿の時にお主という宿敵に出会い、剣士としての欲望を覚えたのだからな。剣士としての欲望だと。わしにはわかる。きっと関ヶ原以降、奴の心の中にはお主の姿しかなかったはずだ。お主ともう一度戦いたい、そんな気持ちを押し殺し、奴は生きているのだ。小次郎が俺を。お前は強き男だ。今この世で宗典と互角に戦えるのはお前だけかもしれん。もしお前が宗典に勝てば、きっと奴は己の真の姿に気がつくはずだ。俺も小次郎とは戦いたい。だが今の俺には、はるか、それにあの吉野という遊女のことだな。話は聞いておる。無論宗典と戦うかどうかはお主の自由だ。だがお主も
宗則同様自分に嘘をつくことができないはずだ。まるで今まで俺のことをずっと見ていたみたいな言い方だな。わしはある男からずっとお前の様子を聞いていた。ある男？誰だ？丸目だ。丸目さんが？どういうことだ？関ヶ原以降、丸目はずっとお主のそばにいた。宗則に仕え、奴の暴走を食い止めながらも宮本武蔵という剣士の未来を気にしてな。お前が近江の国で浮世という女の亡骸のそばに置いていった脇差し、あれを持ち去ったのも丸目だ。お前に殺しの疑いがかからぬためにな。だが結局それは叶わなかった。そうだったのか。だがなぜあの脇差しが遥の手に渡ったんだ？丸目は遥を襲った時わざと隙を与え、遥のことを逃がした。だが遥はその時丸目からお前の脇差しを奪い、そしてその脇差しの持ち主を調べることで宮本武蔵に家族を殺されたと思うに至った。まさに運命の皮肉と言うべきなのか。そしてその後あの脇差しは再びお主の手に渡ったというわけじゃ。それもあんたたちの計画だったのか？いや、わしも丸目もまさかこのようなことになるとは考えもしなかった。だが今思えばお前と遥が出会うこともすべて定めだったようにも思える。定めか。じゃあ丸目さんは最初からあんたの協力者だったということなんだな。ああ、同じ新影流の仲間で実の兄弟以上の間柄だ。丸目は宗則の目を盗みながら常にお前の様子を見守っていた。体の自由が利かなくなったわしに代わってな。わしゃ丸目からお前の話を聞き、この里で身を案ずることしかできなかったのだ。何かお前を騙していたようで申し訳ない。だがわしは。いや、いいんだ。あんたの気持ちはよくわかる。すまん、カズマの助。いや、悪い気はしないんだ。天涯孤独な俺を見守ってくれていた人がいたとは。会いたいか？え？ようやく全てが分かった。黙っていてすまなかった宮本殿。いや、あんたはそうするしかなかった。それに偶然だが、あんたと石州斎さんは俺と遥を引き合わせてくれた。浮世や吉野、それに真島に光悦、伊藤さん、そんな大事な人間に出会えたのもあんたが関ヶ原に誘ってくれたからなんだ。宮本殿、もし関ヶ原に行ってなかったとしても、いい女と出会い、いい人生が歩めたかもしれない。でも俺は今の自分の生きてきた道に後悔はしていない。だから丸目さん、もう俺の心配はいらない。あんたは
あんたの生きるべき道を生きてくれ。お主にそう言ってもらえて、私も心の使いが取れた気がする。ありがとう、宮本殿。じゃあ、俺は祇園へ帰る。石州祭のじいさんには、よろしく伝えておいてくれ。ああ。どうした？なあ、今俺が小次郎と戦ったらどっちが勝つと思う？そうか、やはりな。お主と小次郎様の差はただ一つだ。それさえ克服すれば、あとは天の溝知る勝負の行方。何なんだその差ってのは。それはお主が新影流の本当の強さを身をもって知らぬということだ。ちょっと待て、俺はあんたとやり合うつもりは。分かっている。だが体で覚えるほかあるまい。あんたと太刀を交わせばその差が克服できると。さよう。それに5年前の決着、お主もつけなければ気持ち悪かろう。分かった。俺もこの5年間で、あんたとどれだけ差が縮まったか試してみたい。手加減はできない。気を緩めれば、腕が飛ぶぞ。分かっている。いつでも来い。では勝負。さあ来い。来い。それそれ。
お主の勝ちだ、宮本殿。じゃあ、京へ帰る。達者でな、宮本殿。新影流の立ち筋、忘れるでないぞ。ああ、それじゃ。宮本武蔵と佐々木小次郎か、天はどちらを勝たせるのだ。